ね、明るい曲とか暗い曲とかスピードの速い曲、ゆっくり曲というのがあるんですけれども、そのルーツがですね、大体グラナダとかカディスとかですね、土地がありますので、ああそこの曲なんだなと思うんですね。お友達のメモなんかでね、知らさせていただければ幸いです。まあ、暗い曲が明るいと、まあ、大体いじめられてるね、ロマの、まあ、ジプシーを来られるんですけれども、ロマの人たちの歴史なんかの話っていうのが多いんですけれども、今はそんな
うん。